お久しぶりです。今日は元気です。ずいぶん前にパークにあったクリームソーダポップコーンを再現してみました。私本当にクリームソーダポップコーンが大好きで、でも最近なかなか復活しないので家で作れたらいいなと思ってレシピを考えてみましたので、よかったら参考にしていただけると嬉しいです。では早速どうぞ。はい、こちらで実況させていただきたいと思います。材料はこの通りです。ポップコーンはこちらの種を使いました。ちょっとスーパーの汁ついてますね。はい、ポップコーンの種を 25g 用意しました。で、油は、私はオリーブオイルを使ったんですけど、サラダ油でも OK です。油は 20cc 使いました。で、油をフライパンに入れて、大きめの鍋ですね、大きめの鍋に入れていきます。で、そこにポップコーンの種も投入します。で、必ず蓋をしてください。じゃないとすごいことになっちゃうので、蓋をしましょう。すごいね、ポップコーン弾けるところね、すごい大好きなんですよ。どうぞご覧ください。すごいね、見てるのがすごい好きで、だからポップコーン作るの好きなんですよね、私。すごい弾けてますね、この音大好きです。でですね、焦げないようにこういう風にして鍋を回すようにしてください。じゃないと鍋もポップコーンも焦げちゃうので、お気をつけください。はい、だいぶ回します。ポップコーンが弾け終わるまで回してください。もう大丈夫ですかね。もうこのくらいになったら火を止めます。はい、終わったみたいです。はい、で、ポップコーンが弾け終わりました。すごい綺麗ですね。だいたいかかった時間は1分くらいでこのくらいになりました。で、後で使いやすいようにこういう風にお皿に移しました。で、クリームソーダのソースはこちらのファンタのメロンソーダ味を使います。で、こちらもフライパンに入れていきます。このペットボトルの半分だから 250ml を入れました。あ、すごい、鍋が汚いですね。この前にキャラメルポップコーンを作ったまま作ってしまったので、ちょっと鍋が汚くてすいません。で、沸騰させます。で、この状態ではまだポップコーンは入れられません。あんまり水分が多い状態だとポップコーン入れてもポップコーンが水分を吸収してしなーっとなっちゃうので、まだ待ちます。で、だいたいこのくらいの量になったら、火を止めて、で、冷えてくるので少しとろっとなるくらいまでひたすら木べらで混ぜます。で、あんまり火を通しすぎちゃうと今度茶色くなっちゃって、この色が、緑の色がなくなっちゃうので気をつけてください。で、だいたいこのくらいのとろーっとした感じになるまで、冷まします。で、はい、このくらいになったらポップコーン入れます。で、ちょっと指がつりそうな時ですね、これ。ちょっと持ち替えました。すいません。で、ポップコーンを先ほどのソースを作った鍋、フライパンに入れます。で、ソースを絡めましょう。ちょっとポップコーン入れすぎたかな、ちょっと鍋。はい、クリームソーダポップコーンが完成しました。はい、できました。すごい、色もすごく黄緑で綺麗にできたので満足です。匂いもなんかあの時の匂いって感じ。クリームソーダポップコーン、では早速試食したいと思います。すごい、いただきます。ランドにあったクリームソーダポップコーンに
味が結構近いと思います。美味しい、懐かしい、すっごい懐かしい。本当にクリームソーダポップコーン、うん。はい、今日はクリームソーダポップコーンを再現してみました。いかがでしたでしょうか。よかったらすごく美味しかったので真似してみてください。じゃあ今日の動画は以上です。バイバーイ。